はい、こんにちは。日本海格闘靴沢です。スイマ様、ご支援ありがとうございました。このスイマの水と水利魔法の水の水の字が違うのは何か意味があるんでしょうか。よかったら教えてください。2019年に湖南省でスパイ容疑で逮捕されていた50代男性、日本人に懲役12年の判決。男性は介護業界だって、中国人を介護しに行ってたわけじゃないだろうから、なんか介護用品、でも売り込みに行ったんだが、介護用品を中国の工場で作らせるために行った人なんだが、ちょっとこの辺はわからないんですけれども、世論です。何でもありやな。中共がスパイと言ったらスパイ。賄賂を要求され、払わないとスパイ。ああ、それあかもしんないね。言うこと聞かないから、見せしめだみたいな。こういうことするから外国企業が逃げ出してんだろ。外資が逃げるのに拍車がかかんな、これ。捕まった時点で有罪確定。これ中国のスパイ法って、あれだって、要件満たしてなくても立件できるんだって。めちゃくちゃだな。法律じゃなくて、なんとなく中共のおぼし飯で、って書いとけばいいのにね。行かせる経営者バカなんだよな。逮捕されてるのは日本人だけじゃないからな。行かせた経営陣の責任は、全くその通りだよね。被害者一人の場合の殺人事件の判決でですね、一番多いのは10年から15年です。で、それで12年くらっちゃう。殺人でもですね、一人の場合は、12年より低い判決が出る場合も、あるのに、ましてや中国の刑務所でしょう。そこに12年もでしょう。この人の命危ないね。というわけで、中国赴任を命じられたら、辞職した方がいいですよ。会社辞めた方がいい。命に変えられない。そう言いがかりをつけられて、逮捕されるか、なんて言いがかりつけられて逮捕されるか知れたもんじゃないですからね。本当に命に関わりますから、中国赴任は。中国に行ってこいって言われたら辞職しますって言った方がいいですよ、皆さん。久住祐希パナソニック社長、中国からの撤退は世界からの撤退を意味する。11月6日、日経新聞の取材に対して、パナソニックは収益の3割を中国で稼いでんだって、社員はご愁傷様ですね、これね。世論です。じゃあおめえが中国で仕事しろよ。社員がかわいそうだわ。本当だよね。社員、とっ捕まんのは社員だからいい。俺じゃねえ。だからいいっていうのかな、この人は。撤退ではない、転身だ。中国は巨大なアリ地獄って分かってないバカ発見。損切りできない人なの。世界中の企業が逃げ出してんだが、バスから降りられないのかよ。そんなんだから天下の松下がここまで落ちぶれたんだろう。投資しすぎて逃げられないんだろう。中国イコール世界とは、朝日や毎日と同じ思考だな。国際社会から批判を受けますなんつって、聞いてみっと、中国と韓国と北朝鮮ですって答えるのが朝日と毎日ですね。社長ね、久住社長、58歳って若いけど、世間知らずもいいとこですね。社員が逮捕されて、家族に死ぬほど恨まれてからでは遅いんですよね、これね。その3割の収益ですね、最初からなかったもんとして、すっぱり撤退してこいよな。撤退決めたら、株価爆上がった三菱自動車とかね、例はありますからね。韓国人窃盗団が盗んで持ち帰った観音寺仏像の所有権は観音寺にあると、韓国の最高裁判決が下りました。つい最近であります。一体どうしたんだ、韓国の最高裁。今まではなんとなく日本に不利な判決ばかり出してきたじゃないか。なんか急に頭すっきりしてまともになっちゃったのかよ。と、ネットでは驚きの声が上がりましたけれども、東亜日報、日本が観音菩薩像を韓国に寄贈すれば、長年の悪縁が良縁になるだろう。何言ってんだこいつって。寄付しろっつって、返したくねえから寄付しろっつってんですね。バカじゃねえの。世論です。なるわけねえだろ、バカ。悪縁だと認めてるわけね。盗んだ方がこれ言うのか。盗んだ反省が全くなくて笑う。しょうもない言い訳するんじゃないよ。犯罪者側の言い分など、
一切聞く必要はない。こんなことしたら次々と盗んでいくようになるだけ。韓国政府はとっとと返却と謝罪しろよ。両縁などいらない、縁を切りたい、あくまで東亜日報ということで、東亜日報ってとこの意見で、韓国人全体を代表する意見ではないんですけれども、まあ両縁って竹島軍事占領中のね、新生軍事敵国が何言ってんだか、日本に仏像たがる前にですね、竹島の軍事占領やめろよな、出て行って、出てけよな竹島から、両縁求めるのはそれからですよね。仮に竹島から出て行ってもですね、許さないけどね、許さないけどね、自民党は敵国人の入国を制限しろよな。何無制限に入れてんの、ノービザで。敵国人なんだからさ、ロシア領内をですね、ウクライナ人が自由に行き来できますか？できないですよね。おかしいだろ。非常識なんですよね、自民党ね。あとこれは北方領土。軍事占領してるロシアも同様ですよ。鈴木宗男は、新生敵国に何勝手に言ってんだって話ですよね。自民党非常識ですよ。敵国なんだからさ、我が国領土を占領してるさ。今日の単身です。11月11日夕方から、昨日はですね、全国でクレジットカードが全て使用不可能な、システムトラブル発生、大混乱、特にあれだって駅とかで大混乱、新幹線の切符買えねえ、飛行機の切符買えねえ、そんな大混乱が起きたみたいであります。こういうことあるから現金手放せないですね。ましてや災害の多い日本ではね、地震でいつ停電なんかしねえのに、停電したらカード決済なんて夢のまた夢ですもんね。杉並区で開催された難民移民フェス。お、パヨっぽいな。なんか主催したの立憲の区議だって、に訪れた区民がナイジェリア人女性にですね、飛行機で来たのならパスポートは持ってんのねと言ったところ、なぜか激高怒り出して、神は一人しかいない、神はあなたを殺すと大声で3回繰り返し、騒動になりました。神は一人しかいない、いや、日本は八百万つって800万ぐらいいることになってますけれども、神はあなたを殺す。まあね、人間誰でもいつかは寿命で亡くなりますけどね。ってことはよ、パスポート持ってんのねって言われて怒る、怒鳴るってことはよ、ちゃんとしたの持ってないんじゃん執行してんじゃん、不法滞在じゃん日本に不法滞在してですね、日本人怒鳴りつけてんじゃねえよ、ふてぶてしいなこいつ、だから嫌われんですよ、不法滞在者は。太陽光発電施設の売却依頼件数が前年度比 2.3 倍になりました。エコでも何でもないからもうやめちまえ、河野太郎の日本大使を儲けさせるだけだしね。秋田県、西仙北小学校敵地内に体長約1メートルの熊出現、用務員キックで撃退成功、用務員さんがキックで撃退とって言いながらそれは違いますけどね。テレビ、若者に大人気、韓国雑貨やクレープを取り扱うですね、はるはる旭川、5ヶ月で閉店大人気だったら閉店しねえだろ。国連、スーダンで餓死者が2000万人出ている、日本はこの地域にも関心を向けてほしい、なんてずずしいこと言ってますけど、敵国条項も外さずに国連内で冷遇してる日本にこじってんじゃねえよ話、こじってんじゃねえよ。スーダンの出生率は 4.54 人なんですよ。多産多死方式を選択してんだから、欧米の基準でね、2000万人餓死した、わー大変だーっていうのは間違い、大騒ぎしなくてもいい数字であります。日本の金は日本人と日本のために使うべきであります。イスラエルのガザ攻撃で死亡した国連職員はハマスの発表ですけど、100名以上だって。なんでね、なんでイスラエルの避難呼びかけに聞く耳持たねえんだ、全く同情できないですけどね。
なんか脳科学者の中野信子さんによりますと、正義を執行する快楽はすごいものがあるんだって。正義を執行すると快楽を感じる脳が、国連、居残った国連の職員は、まあ、正義を執行するために、残ったんですかね。全然、同情できないですけどね。まあ、しょうがないですね。自己責任でね。そっか。だから、正義と信じるものを行うと、ものすごい快楽があるから、豊島区の議員ども、あんなにいい人ぶりたい、ええかっこしい、だったのかって、ちょっと腑に落ちました。というわけでですね、11月19日日曜日、外国人実習制度廃止デモを行います。あなたも正義を執行して快楽を得ませんか？脳内麻薬出しませんか？どう考えたって外国人実習制度を潰すことは正義だよな。日本人のためになるよな。だってアメリカに名指しで非難されてんだからさ、奴隷労働つってさ、あとは数十年だったら奴隷労働させられたつって、我々の子孫が必ず訴えられますよ、これ。あとは何千人もね、去年9000人も逃げ出して、不法滞在者になってるしね。で、こういう奴らも難民フェスとかに行って、怒鳴ってんだろうか、日本人を。ふてぶてしったらありゃしねえよね。というわけで、19日のデモ、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。